皆さんこんにちは、美穂取材班の田村です。今週私担当なのでよろしくお願いします。今週はサツキ賞の開催ということで、中山二回祭、これで終わりなんですけどね。そういうことで中山でやっぱり結果を出したい馬をね、ちょっと狙ってみたいなと思います。日曜日のね7レースなんですけどね、モンプレジールっていう馬をこれを狙ってみたいと思います。この馬はずっと芝を使ってきて、未勝利は芝でね勝ち上がったんですけど、ちょっとその後頭打ちという感じになって、昨年の、暮れですね、初めてダートを使って、その時は後方からだったんですけどね、かなりいい足を使ってて、その後、ダートを今回、ダートそうですね、今回で4戦目なんですけどね、この2戦ね中山で、中山の1008ダートを使ってて、負けていないんですけどね、大きく負けてないんですけどね、ちょっとこう、勝負どころで反応が悪かったりしてね、包まれてしまって、直線包まれて足を余しているような競馬をしてるんですよね。ただ状態面に関して言うとね、全然こう落ちてるという感じはないんで、ね、今回で、ね、中山最後になるんですけど、東京コースよりもね中山の方がむしろ合ってるっていう走りなんでね、この中山の最後の週でね、なんとかスムーズな競馬できればね、十分こう勝負になると思うんですよね。ちょっとこの馬に期待したいみたいですね。相手は、結構ね15と頭数もいますんで絞りづらいんですけどね、同じ4歳馬の、マイネルパイレーツとか名村勝利、あとはそうですねロバースト中山、ここら辺あたりがねライバルになるかなと思ってます。ちょっと手広く買ってみてもいいんじゃないかと思いますね。はい、今週はこんな感じです。